おはようございます、江頭くん。おはようございます。ちなみにちょっと待ってください。買ってるじゃないですか。買っちゃいました。いやベルトタイプで、ベルトの GS スパイクです。はい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 。結構履きやすいです。いやいいっすね。おすすめです。かなりめちゃめちゃ軽いんで。僕も持ってるんで。持ってですか。実は履いた感じどうですか。いやめちゃめちゃ軽いっすよ。すごい履きやすいし、はい、なんか初めて僕ブロックソールってちゃんと使うんで、これまでずっと金具だったんですけど、うん、意外にいけんなと思って。内野の時これ使いたいっす、普通に。てっぺん。いや僕これてっぺんがトレシューなんで、で紐はこっちあのアモにして履いてます、はいはい、めっちゃ汚いですけど。はい。で今日撮影ということで、はい、またちょっと大量にグローブを持ってきてもらったんでこのためだったんですね。そうっす、はいはいはい、僕もまだ見てないのあるんで、はい、ちょっとそれを持ってきてもらった。ああどうぞどうぞ、たくさんここにありますよ、はいはい、ここまで持ってこいって言ってない気がするんだけどな。それだったら言ってくださいよ。こんな入れるの大変なんですから。なんでちょっと一個ずつ、あー、いいです。出してないのとかを紹介してもらえればなと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ということで、はい、ありすぎだろうっていざ出してみたら今日10個っすね。やば、ありがとうございます、そんな持ってきてくれて、はい、簡単に1個ずつどんな特徴があるのかっていうのを紹介してもらえればなと思います。はい、ドライヤーです。これ山田哲人選手モデル。はい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 。2020年のオールスターがあったら多分これを使ってたんじゃないかっていう限定モデルです。まあ、ドライヤーさん毎年オールスター限定って出しますからね、はい、それは直視じゃないですか。はいはい、これ今回また直視なんです、はいはいはい、で今回はパープルとゴールドとピンクを使ってるっていう斬新な色。派手ねー。で、あのこれちょっと面白いのがこの断面、これピンクなんですよ。この断面。お、本当だ本当だ。あの細かいところまで。ちなみにお値段は3万とか4万ぐらいだったんじゃない。ああ、まあもう限定なんでそのくらいだったかなみたいな記憶ですね。で、僕にしては珍しい純膜にこうしてるんで、こうしっかりと使うの。使う感じ。まあ山田選手と同様な使い方をっていう。逆巻きにしてちょっと使ってみようかなとも思ってるんで、まあ、ちょっとこれは使いながらいろいろ変えていこうかなと試行錯誤してって。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、続いては僕が高校3年生になる、まあ、2年生の冬に草野球を見据えて作ったオーダーグローブです。はい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 。もうちょっとグレーっぽくなっちゃったんですけど、ネイビー、ホワイト、レッドの3色 で、はい、でこれはもう完全につかみ取りみたいな感じで使ってます。特徴としては多分井端選手モデルでこれ作ってます。で一応刺繍も結構こだわってこれ使ってて、感謝っていう言葉と、はいはい、まあ、実践って気持ちの実践って言葉を入れて、はい、あと下は両親の名前と自分の名前ですね。僕一人っ子なんで正直親子喧嘩とかもしたことないぐらい仲いいですけど、それもあって家族の名前を入れました。はい、じゃあ続いては DM モデルです。見たことあるな。多分ですけど、良平さんこれ相方持ってますか。相方持ってます。持ってますよね、はい、ある意味で兄弟ぐらいみたいなやつですけど、そうですね、これの特徴は以前紹介してくださったのアクセフベルガードのこうひねりでこう使ってたと思うんですけど、これはこう縦で使う系で使ってます。なるほどなるほど。グランドペガサストップ。そうですね、グランドペガサストップの限定品でトアル選手、まあ、DM 選手 DM モデルという、はい、いや本当あの茶色も両方買ってやろうかと思ったんですけど、なんかもうすでに買ってる人いて。僕だな。誰か知らないですけど僕だなそれ。くっそーと思ってまあでも自分めちゃめちゃこれ気に入ってるんで、はい、今年はこれ使いたいですね。はい、続いてはこちらのアディダスの和牛の公式投手用になります。和牛アディダスなんで、はい、これテカリやばくないですか。やばいっすね。 2,3 年ぐらい前のシーズンでこれ使ってたグローブなんですけど、はいはい、正直あんま手入れしてないんですよ。よくあるじゃないですか、素手でこうやって磨くとか、はい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 、ちょっと土払うとか、そのくらいでめちゃめちゃこんなツヤ出るなと思って。さすが和牛。いやマジでこれやばいっす。これはちょっとひねりでも使えるようにしたりとか、縦でもこう使えるようにしたりとか、ちょっと万能でこう使ってるグローブなんで、はいはいはい、ちょっと柔らかめにはなってます、うん、はい。あ、それはまさか、まあ、2020年限定モデルの巨人坂本選手モデル、はいはいはい、をダイバーシティブルーでつかみでもできるしノックで紹介してるんで、はい、そんなに説明することないと思うんですけど、めちゃめちゃ軽くていいです。はい、はい、以上ありがとうございます。はい、あ、それは以前翔平 TV でも、はい、出てましたね。一応てっぺんのはじめさんがてっぺんヘビーユーザーって言葉をちょっといただいてるんですけど、こちらが軟式限定グローブ、開く、そしてしっかり掴める。これも変幻自在です。なるほど。スラッガーの湯もみしたみたいな、はい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 、方なんですけど、これねめっちゃ取りやすいです。これマジで取りやすいんで、あのちょっと両方使ってもらいたいぐらいなんで、ちょっと使ってもらうとぜひ分かると思います。ありがとうございます。これでもね内野主要で本当オーソドックスなんですけど、ちょっと大きいです、うん、僕これは内野は結構最近愛用してるグローブですね。なるほどです、はい。でもう一個が型番がないてっぺんの投手用グラブということで、今てっぺんってピッチャー用も復活してるんですけど、ただ何でもやってるよってスタイルを残してる時に作ったピッチャー用で、はい、唯一これだけらしいんですよ。だから型番がないんですよ。なるほど。でこれピッチャー用なのにここ指股入ってるんですよ。あ、確かに。普通ピッチャー用に指股入るってことは多分なかなかないんですよ。あんまり。そうですね。でこれ入ってて補給面実はちょっと広くなるんです。ただグローブの革自体がすごく硬い革なんで、はい、そんなに開かないですよこれ以上。なんでもっと柔らかくするなら湯もみするとかのグローブかなと
思います。はい、そしていやもうこれはですね、僕の大好きな国保選手モデルでございます。話には聞いてたけど、はい、まあ、3つあるんですけど、はい、これだけは僕の父親のグローブになります。これは僕が少年軟式の時に使ってたグローブで、クロスウェーブを使ってた頃のビクトリーステージの内野手用なんです。これが父親のやつなんですけど、球面はこう開くんですけど、もう完全縦閉じです。あ、もうこういう感じで、でこんな感じですね。もう結構渋めな、いや変なんです、外野で使えます。10か11です、ね、確かに結構大きいんですよ。結構こう縦でも使えるんで、外野でも全然使えなくないっていうのと、あとは昔のビクトリーステージの革ってめっちゃしっかりしてるんですよ。めちゃめちゃいいんで、これもめちゃめちゃ使いやすいなと思います。それのランバートモデル。なるほど、はい、これまだ 4D テクノロジーなんですよ。昔っすよね、だってちょっと前までスピードテクノロジーで、はいはいはい、今 5DNA ですか、はいはい、これはちょっと知り合いにいただいてたんですけど、革質的には軟式な気がするんですよ。これもこう縦でこう使ってる、あとはこうひねりもできるんで、これもちょっと万能にはなってます、はい、最近サードでよく使うグローブになってます。本当に持ちすぎだ江頭くん、ありがとうございました。まだ一部ですけどね本当だよ多すぎて草多すぎて草、カラスも腐ってるもん。カラスねまあでも実際まだまだ増える予定なんで、あの今のところ予定では4つほどグローブ来ますので、またその時にちょっとお声掛けくださいいや多分すぐ声掛けます、本日の動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント来たもん。マジいつの間に、まあ、さらっと話してだってよ、だってよみんな。あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、ハケだハケ、その右手握力だけだるぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いのは痛いですけど、下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっとそんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ、あの衝撃球種。ああ僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、タクバットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると、あの衝撃が少しは吸収されるという。マジでプロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。えあ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあのタクバット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。そうです、なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら、練習でどんどん打つ時に使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、両兵からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんです。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ついついちょっと、まあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両兵の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらい見つかる。自分でかい方だと思うんだけど。でもまあ、それもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど。はい。絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので。応募方法が、チャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので。インスタの投稿ね。にこれ関係の投稿するから、そのコメント、はい。ここにコメント。はい。で、期間は、まあ気まぐれで。気まぐれってわかりづら。で、また動画で。発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となりますチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら。見事これ、はい、Z クロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何色です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超 ATV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンタナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野手用をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。君だ、対話いらない。
気づいた綺麗